子二人組の後半戦、まずはオープニングから。ピンポン。あ、ちょっと郵便物をお届けに参りました。あ、そういうの届かないんで。田所郵便です。あ、田所郵便。田所郵便。もう待ってましたよ。ハンコ的なものをもらってもらって。じゃあハンコ。いや、どういうこと。あるじゃん、なんか指で押すやつ。ああ、ボインみたいな、それ。せーの、ありません。おはようございます。アーツビジョン所属の山崎遥です。おはようございます。ホリプロ所属の田所あずさです。最初会った時何年前、4年前ぐらい、ラジオ番組でお会いして。そうだ、ね、打ち合わせで、うん、お会いして会った時に私のことを間違えてたんじゃなかったっけ。あ、そう、あの髪型が、あの、こう、まあショートだったんですけど、今と同じくらいの、毛先がピンクで、もうすごいおしゃれなお姉さんが来たと思ったから、てっきりスタイリストさんからって、あの、思ったら、あの、違かったって。違った。その時は、今の印象よりも年上に見えたもん。本当？うん。え、今ちょっと下がった。下がった。下がった。でもこれはさ、ちゃんとすごい上がった。え、年齢？うん。もうなんか何年もやっぱり、色気が欲しい、色気が欲しいって言ってたけど。そうそう、言い続けてね、4年目。なんかやっぱ、ちょっと出た気がする。いや、ちょっと、4年でこれだけ。ちょっと。いや、でも結構、でも確かに、うん、色気出てきたなって思う。あ、自分で？誰がムードメーカー的存在なんですか？どうなんですかね。やっぱり引っ張ってくれるのは、あの、新田恵美ちゃんだなと、新田だなと思って。なんか練習してて、たまにこう、お仕事で真ん中いないと、ちょっと戸惑いますもん。はい、あ、なんか確かにセンターがいないとちょっと不安になりますよね。思って。私たちもまあそういうグループに、まあ、アイドルマスターに所属させていただいてますけど、イオンライブのイミツンさんなんですよ。イミツン何言ってるの。アイドルマスターミニオンライブのセンターなので、な、うん、だからいつもそういう引っ張ってってくれる存在なのでね。センターがいないと私も不安なんですよ、本当。私からの質問。はい。ぴょんさんは、うん、どうしてそんなに私のことを好きと言ってくれるんですか。え？何テレデンのガチテレをやってください。うん、人間的にいいかな。なんか一番嬉しいやつ。え？だからやっぱそう、波長が合うんだよね。そうなんだ。なんかね、うん、いや、いっぱいさ、こうなんか一緒にお仕事する仲間たちっていっぱいさ、うん、いるし、うん、もっとやっぱ年も近ければ、うん、なんかっていう方もいるんだけど、うん、なんだろうね、なんか、やっぱ、例えばその暇ができてさ、うん、ご飯とか行こうか、誰かと行きたい気分だなっていう時に、うんうん、一番最初にやっぱこう、え、そうなの？連絡しちゃうよね、なんかこう。嬉しい。これはずは空いてんのかな、みたいな。とか、なんかやっぱ、なんだろう、そのさ、ご飯とか買い物ってさ、うん、ちょっと遠慮がちの相手だと、うんうんうん、いや、行くけど、やっぱりなんかどっかさ、全身緊張しちゃうし、ね、うん、そうそう、気使っちゃうし、どういう話題振ろうかなとか、うんうん、どういう話しようかなって思うけど、コロワーズだったら、まあ、終始無言でもまあ、あ、ほんと？なんだろう、別に、別に良くないみたいな。確かに別にね。だって一緒に帰ってる時もさ、うん、別にそう、会話がなかったり、うん、めっちゃ盛り上がったりとかあるよね、うん、なんか全然。そうだね。一緒に同じ楽屋で二人でいても基本ずっとピョンさんが喋ってるけどね、うん、言われるね、そのスタッフさんにね、うん、ずっとね喋ってる。あ、でもそれもあるのかも、私喋るの結構好きだから、うん、ああ、私聞く側なんだ実は。コラーズ結構、うん、うんうんって聞いてくれるから、すごいいいお嫁さんになりそうなの。え、本当に、うん、初めて言われたよ。だってなんかさ、うん、だって私が作ったものとかって、うん、コラーズめっちゃ美味しそうに食べるの。美味しいもんだって。すごい美味しいって言っても、だからなんだろう、本当に、なんていうのかな、こう、嬉しいことを自然としてくれるし。嬉しいわ、こんな褒められる。そう、なかなか言わないですよ、私。いや、ね、嬉しい。コラーズのこと好きなのって聞かれることね、よくあった。うんうん、別にって言ったりね。いや、なんで、なんで嘘つくの？いや、本当に、うん。いや、今だから言いますけど。こう、初めて二人でね、こんな風に MC、二人きりでやりまして、やっぱりね、ぴょんさんは頼りになるなぁとやっぱつくづく思いました。いや、うん、私がね、あまりにもやっぱりできないものですから、さりげなくこう、ぴょんさんがね、いろいろ助け舟を出してくださったりとか、本当に救われました。いつもありがとう、ぴょんさん。
あとね、私のことをとにかく褒めてくれるんですよ。私はほんとネガティブで、こうどうしようもないんですけど、ぴょんさんは、そんな私をすごく褒めてくださるので、いつもね、自信を持てるというか、少し明るくなって家に帰れるというか、ぴょんさんには本当に感謝してます。感謝しかないくらいに感謝してます。今度ね、またご飯を食べにお家に行きたいなと思います。ぜひ、ご飯を作ってください。バニラ幸せ、ね、あ幸せ。みんなにカスタード、うんうんうん、カスタードの味がすごい。そう、めっちゃカスタード。じゃあ、あげるわ。牛乳の味がすごい。いいよ。うわぁ高度な技術を使ってる。ねぇ。すごい。よくやってるの。すごい慣れたもんだぜ。日常だった。いや、やってません。すごい。日常だもんね。いや、やってません、やってません。うまい。何で慌てないでよ。何で言ってんじゃないわよ。ということで、うん。はい。ね、見ながら振り返るっていうのも、やっぱりその時の、思いとかがすごいなんか鮮明に蘇ってきて、ね、早くなんかね、ブルーレイも出るし、早くうちも見たいなって思います。ありがとうございます。はい、あ、そしてね、本当にありがとうございます。じゃあ、せーのでありがとうございましたね。せーの、ありがとうございました。はい、みんな言ってくれたからね。うん、はい、というわけで。
コツを教えてくれへん？あのな、はい、ボールを見ずにな、奥見とったらええねん。先ほどスペアを出した幕張チームは次の投球が重要なポイント。行くやで、奥見るや。おお、行くやない。おお、指導効果抜群でした。好調を続ける幕張チームも、あ、ごめんなさいでした。さっきもうちもガタやって、さっきもうちガタ、ガタ、ごめんなさいのペナルティ。ごめんなさいでした。そんな中、喜んでいる人が一人。大丈夫やで。なんや、コロワーズが頼ってくれてるんが嬉しい。気持ち悪い。しかもそれカメラじゃなくて私にアピールする、ね。やったるで。やったるで。まで不調。勝負は最終フレームへともつれ込みます。あ、ミリラジ聞いてね、聞いてね。